ミチトラは、洋乳、または、ヤギ乳、もしくはその両方を用いて作った、クレッシュチーズである。乳と乳製の比は、通常7、3である。製法は、イタリアのリコッタチーズと似ているが、ミチトラの方が乾燥している。塩管して熟成させることもできる。主に、クレタ島で作られるが、ギリシア中に広がっている。アンソチローズと、本質的に同じものであるが、後者は、 牛乳も含む。キプロスでは、似たものが、アナリチーズとして知られる。ミチトラーは、生の羊、または、ヤギの全乳から作られる。最もシンプルな製法では、乳を数分間ゆっくり温め、レンネットか乳製、またはレモン汁、生の一軸の小枝等の酸性物質を加えて、強固させる。カードが形成されるとすぐに寒冷車に注いで、ドレーンに吊るす。 関連者から流れ出した乳性は、次の道虎を凝固させるのに用いることができる。数日後、道虎は、株が丸く上部がシワのよった、塩水状の吊るされた形の、甘く湿った柔らかいチーズとなる。このフレッシュな段階で、しばしばパイに入れて食べられる。酸味の強い道虎は、ザイナマイジスラと呼ばれる。荒らでフレッシュな道虎を擦り、 布に包んで吊るして熟成させて作る。熟成期間が長いほどより密度が濃く、塩味や酸味は増す。非常に濃く硬く白いチーズになったものは、細かく削って、食べるのに適したものになる。硬く乾燥した道虎は、アンセチロゼロと呼ばれる。このチーズは柔らかく、雪のような白色で、クリーミーで湿り気がある。塩を加えていないため、甘くミルク感の強い味である。 蜂蜜をかけてデザートとして食べたり、オリーブやトマトと共にメゼとして食べたりもする。サラダやペストリー、パイ等で食べられるほか、テーブルチーズとして用いられる。熟成させた塩味のものはギリシャ料理で粉チーズとしてパスタ等の料理に用いられる。塩水型の丘の上にあるミストラスの町は、ミチトラと形が似ていることから名付けられた。ありがとうございます。